強烈やな。強烈やな。生き物は親で完成であって、ね、でも親まで絶対帰る。ランチをやっててちょっと辛かった時期とか、なんか挫折ってなんかあるんですか。ちょうどですね、はい、ちょうどランチも始めるっていう時に離婚したんですよ。それいけぜん金魚。おはようございます、ゼンさんです。今からですね、熊本県から佐賀県の方に移動します。はい、佐賀県の今日は達人を訪問するわけなんですけども、この達人もですね、以前からインスタグラムでかなり気になっていた達人で、今日初めてお会いするわけなんですけども、ぜひ楽しみにしていてください。電車で来てるんで、そんなに何ですかね、苦にならないという。一発目で東大関取って、研究会で。マジっすか。でそのまま本大会でまた違う魚で縦魚賞取ったんですよ。いや自分はもともとずっと熱帯魚、魚が好きで。小さい頃から小学生ぐらいの時から、はい、ずっともうホームセンターの熱帯魚コーナーとかに居座ったみたいな感じで、ふとした時に先輩のランチューが買っとる人って、はい、2歳と親の迫力にもちょっと魅了されて、そのもう俗に言う一目惚れってやつですよ。いや本当にランチューっていう言葉すら知られてるんですよ。そうですね、そうですね。それでデカさと洗面器にあげてもらった時の、はい、ちょうどサラサだったんですよ、はい、めちゃくちゃかっこよくて綺麗で、そうですよね。それでちょっともうドハマりしたって感じです。へえ。ちなみにヤコさん今おいくつなんですか。今ちょうど40です。あ、そうですか。へえ。見えんでしょ。いや、何ですかね、中尾さんが、はい、多分中尾くん35歳ぐらいないかそしたらちょっと佐賀牛かなんか送っとかったんで。おお、早速や。あ、ここ小引きどこですよ。東西ばっかりですか。ここはい、東西です。5月頃でっか。そう、こういう雰囲気、なんかもう目幅と背幅がもうズドーンってきてて、腹からこの親骨までこう距離がすごい近いですもんね。で僕もこの辺なんかはもう多分ずっとオンですよね。ずっとオンですよね。ずっとオンの。やば。特徴あるやつばっかり。ずっとオン。ふと。これかけてやりますよ。これでも東西ですよね。東西ですよ。16センチくらいあるな。これと多分前さんにはこれをかけてやろうかなと思って。僕ちはもう来年全国で東じゃないですか。そうですね。この頭の特徴のあるのと、このちょっと曲がっとすけど、はい、この付けの位置がこの辺から、やっぱ今の全国ってこの辺からですね。そうですよね。そうですよね。こういう感じのやつをかけたらいいんじゃない。なんかもうトレンドの魚ですよね。あ、全体的にこの目幅と背幅ってもう全然変わらんすもんね。ここはもう一番の特徴というか、うちの特徴です。背幅からのちょっとライター型というか、はい、はい、そうですね。昔はその師匠が金魚は100円ライターみたいに作れて昔からずっと言われてて、はい、自分の本命はこれですよ、はい、もう曲がっとるんですけど、この頭からの腰までの声が一番好きです。
まあ、尾はちょっと後でどうにかなるかなと思ってて、はい、こんな感じで。やば、ここ隠したらいいでしょ。いや、全然こういう体型が好きなんですよ。わかります、言わんとしてることは。はい、腰回り、そうですね、と腹の引きが、質も太いな、全部太いですよ。やっぱこういう迫力のある魚がいいですよね。やっぱ2歳になった時も、はい、そのままの背干しをストーンと作れるんで、2歳は自分は一番多分イメージします。ああ強烈やな、強烈やな。全国出した時より結構いい感じになってきたんですけど、来年あのじゃあ小屋で、多分こっちは来年親で行けるんですけど、はい、こっちは多分4年がかりでしょうね。ああ前さんの YouTube で一回木村太一さんが太一さんですね言ってたんですか、はい、親で完成、勝負してえか人はねえかだけなんで、うん、ただそれだけ。生き物は親で完成じゃんって、うん、だから親まで絶対かい、やっぱあの言葉に俺共感受けて、はい、ああ、まさしくやなと思った。これどっかで見たもんだ、今年の日南ですよね。そうです、ですよね。有東魚と言いたいところですけどね、肝心元2なんですよ。十分ですよね。冬眠させずにもう、そうですね、買い込んでいくって感じですか。ずっともう体調見ながら買い込んでいって。高橋さんって、はい、そのとっちゃんなんちゅうと言われてるじゃないですか。はい、これはお名前からですか。そうです、あの自分がとしきってついてるんで、あそれでちょっとなんか周りからとっちゃんとっちゃん言われてじゃあちょっととっちゃんなんちゅうで行くかって、まあ、それで、まあ、まあ愛媛に坊ちゃんがいるなら和歌山に秀ちゃんがいるなら、うん、やっぱ佐賀にとっちゃんやろって。なるほど、まあ、ランチューのじゃあ飼育歴はどれぐらいなんですか。ランチューは今8年目ですかね。8年目、8年目です。やっぱ写真写りがいい魚ってやっぱりいいですもんね。なんか自分そのなんか癖があって、はい、品評会出す前とか絶対写真撮るんですよ。写真撮ってその止まった姿のやっぱ横やつから品評会で出していくことです。あ、なるほどですね。はい、ランチュー歴は8年でどこの会に所属されてるんですか。福岡環境会です。あ、福岡環境会です、はい、なるほどですね。こっからでも今年の日南遠かったですよね。あ、遠かったっす、ね、俺2匹30キロですよしかもあのローラー壊れとって、はい、もう途中抱えたりそういえば矢川さんの隣におられる方あの噂のスーパールーキーなんで、スーパールーキーか分かんないです1年目で熊本大会西大関。マジっすかたまたまですけどすごいな。あ、研究会からずっと、研究会がデビュー戦だな。そうです、研究隊のデビュー戦から東大関マジっすか。スタートダッシュだけ東大関してからの熊本で東西大関取ってもう沼ですね。じゃあ矢川さんがお師匠という形で。いや、師匠っていうかまあライバルっていうかあ、なるほど ね一番若いんですよ。あ、そりゃそうでしょうね。え、ルーキーおいくつですか。今年31年です。おお、若い相当若い今年うちの卵やって、はい、どんぐらい違うかなと思って、はい、ちょっとやってみようかなと。そう、滋賀県の協会系やってる人があんまりいないんですよね。そうですか、はい、だから僕一人でほんまに、あ、まあ、やってるんですけども、どん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 毎年独り言が増えますね遅いなんちゃうかなランチューやっててちょっと辛かった時期とか、なんか挫折ってなんかあるんですか。ちょうどですね、はい、あのちょうどランチューも始めるっていう時に離婚したんですよ、
離婚をして、はい、で子供たちが4人おったんですよ。そうですか。はい、で子供4人おって、それでも結局俺のとこから子供がもういかんちゅうもんやけん、はい、でも4人育てながらランチュを始めたんですけど、やっぱ最初はやっぱなんか行事とかいろいろあって忙しくて、ランチュもたまに選別とかも遅れたりとかしたりとかもしょったんですけど、はい、でもやっぱ周りの師匠とかがやっぱ支えてくれたりとかして、それでまあ乗り切って今があるみたいな感じですね。それでもシングルファーザーで4人育てて、もう1人はもう就職したんで。あ、そうなんですね。いやでもそれ本当に山口さん大変でしたですね。あ、今も大変なんですけどね。あ、大変ですけど、まあ泣き言言っても小中ですよ。いやすごいな。まあでもやっぱ子供たちもやっぱり金魚を品評会とかもなんか楽しみにしてるんけ、はい、前連れて行ったんですよ、品評会場にも連れて行って、ゲームセンターのところに近くにあったんでね、はい、そういうの楽しみで行ったんですよ。これなんかは全国行く前は熊本の大会で東大関だったんですよ、はい、で東大関もこれちょっとこれ自慢なんていかんけど、はい、狙っていくんですよ東を、はい、そのやっぱ狙って取る東って最高ですね。最高ですよ、もうマジで涙出ます。いやもうあのみんなの前で泣くとちょっと恥ずかしかったけん、トイレに行って泣いたっす。いや、すごいな。嬉しくて。ランチ以外にも何か趣味というか金魚やってるんですか？はい、あの玉サバ。ほう。銀鱗の。銀鱗の玉サバ？はい。見ます？見ます。すごい。何これ？玉サバっす。銀鱗の。銀鱗の玉サバ、はい、これあの矢川さんのオリジナルの品種なんですか？そうです。僕は2歳。やばいな。グッドゴールドフィッシュにおろしてくださいよ。いいですよ。そんな簡単にいいですよ。これ日曜日もイベントがあって、はい、その金魚市ってやっとるんですよ。お寺で金魚市ってのがあって、はい、それでこう玉沢も出してたんですよ、はい、70匹出しとってもう売れ残りがこんだけです。やば、2500円で売れたんですよ。はい、バンバン売れてから親がやばいですよ。親これがもうまた来年の思います。やかわさん、網戸の後ろに出たのが矢川さんらしいよな。めっちゃいい景色。お名前なっておっしゃるんですか？池田です。あ、池田さん、はい、何歳ですか？31になります。あ、かっ息子やん。今もうじゃあ始めて1年ぐらいですか？紹介しようだい。村上さん、はい、あ全然多分いくらでも。木村太一さんと。あ、全然なんかあの関係性がいいです。あ、そうですね。木村さんと村上さんの、ね、で俺の師匠もそんな感じなんですよ。そうですね。いやでも今矢川さんとルーキーが喋ってるのはこんな感じですよ。そうです、いい感じですよ。今こうやってこういう雰囲気でみんながやっておられるっていうのを、もっと中身をこうして発信していくと、もっと気楽にあの関われるんやなっていうのが伝わるといいじゃないですか。前さんのジュエリーとかこっちの方の品評会とか来られる？来年は10個、あのローカル10個の品評会に自分の魚を出そうかなと思ってるんで、ぜひ来ます。熊本大会ですよ。8月の一番末かな。来年のなんか目標とかあるんですか？はい、来年の目標はとりあえずはもうあれですね、東大関をまた取ることです。で全国で来年こそは
優等に上げることです。なるほど。で、最終的な目標はもう東西2歳親で3部門の日本一、同時日本一、同時日本一。これね、山田さんも言ってたんです。これだけでいいんだよ。よく見えます。終わりの、はあ、すごいな。いや、それぐらいに見えなかったらできんですよね。もう見えとるっすもん、そこまで。やばい、この人行くな、もう絶対。絶対行くわ。見えとるけど、ちょっと脚立がいるみたいな。横川さん、金魚って何ですか？俺の人生です。結局もう立てなくなるまで金魚します。 やり続ける。はい、ありがとうございます。いや、もう感動です。ただただ。よっ、オッケーですか？はい、いいですか？皆さん、今日はありがとうございました。いえ、ありがとうございます。ぜひまた、はい、熊本、佐賀、はい、来ますんで、今度は全泊で来てください。そうします。はい、ルーキー、一言一言好きなのお願いします。あ、なんであの尾が潰れたんやろな。